つまりこれが最後の接続となるでしょうね。それでは一例に会えるのはこれで最後なのか。そんな、そんな顔しないで夏美。もともとはジャッジメント7のサーバーから私の仮想人格データがサルベージされたらもうみんなとは関わらないつもりだったのよ。そのことを承知した上で姉さんと雅さんに一芝居打ってもらったのだしね。ただ私の最後のわがままがこんな事態を引き起こしてしまって本当に申し訳ないと思ってるわ。一連、謝る必要はないわ。今回のことは偶然が引き起こした事故なんだから。そしてたまたまその時にユーナの気持ちが絶望にとらわれていただけ、その結果が早瀬昼野の登場であり空間座標が狂ってしまった仮想世界ということか。でも私は今回のことが不幸だとは思わないわ。だっておかげで一例ともまた会えたし、それに何よりユーナの本当の気持ちを知ることもできた。僕もそう思います。今回の新世界体験が起こらなかったら僕たちはユーナさんの心を、気持ちを知ることができなかったはずです。だとしたら僕たちが今回こうやって新世界に来たのにはちゃんと意味があるってことじゃないですか。レイジ君、さて俺たちが置かれた状況は大体分かったが、問題はここからだ。俺たちの肉体は今現実世界の民宿にいる。8時を過ぎれば心配した陽子くんがやってきて意識のない俺たちに気づくはずだ。そして普通に起こそうとするだろう。確か新世界にダイブしたのは7時35分頃だったな。そしてすでにこっちで3時間半が経過しているということは、現実世界では7時43分45秒ぐらいなのだ。つまり現実世界の8時というのはこっちでは、いや、明日の朝5時半頃なのだ。その時間になると俺たちはおそらく強制的に現実へと戻される。そしてユーノが、いや、もう面倒だから昼野と呼ぶか。昼野が夏美を決闘に呼び出した時刻は明朝5時。そこから30分で事態を収拾し、ユーノの心を救出しなければこの新世界に来た意味がないということだ。世界君、それは違うわ。意味がないどころの話じゃないの。昼野のままの精神状態で強制的に現実に戻った場合、現実世界のユーノが自分自身の心を受け入れないという可能性も十分にあるわ。正直なところどんな精神的なダメージが残るかわからないの。13件でも肉体から切り離された仮想世界の意識に負荷をかける実験を行っているらしいけど、かなり悲惨なデータが上がっているようだし。つまり現実に戻るときには昼野からユーノに戻っていないと現実の彼女自身に何らかの影響が出るかもしれないということなのね。そうよ、現実に戻っても心は昼野のままだったらまだいい方ね。最悪の場合、それだけ分かれば十分よ。引っ叩いてでも目を覚まさせてあげるもの。面白いじゃない、決闘でも何でも受けて立つわ。そうですよね、目を覚まさせればいいんですよね。やりましょう。夏美先生 VS 早瀬昼野、これは見逃せない戦いであるな。
浅野、姉のあなたがそんな調子でどうするの？夏美。大丈夫よ、ユーノは絶対に取り戻すわ。だからしっかりしなさい。そうね、こんな時だからこそ私がしっかりしなきゃ。まずは決闘の時間までに昼野が指定した石井海岸へのジャンプポイントを探す必要があるだろう。ふほほ、また浅草の街を走り回るのか。さすがにもう体力の限界だぞ。その必要はないわ。今の私の管理者権限でも仮想世界のマップデータの解析くらいは可能だから、石井海岸へのジャンプポイントも割り出せるわよ。雷門ね。雷門通りの方からくぐればその先が石井海岸よ。それと解析してみて分かったことがあるんだけど、このジャッジメント7の基地内のマップ構造はちゃんと正常につながっているみたいよ。こんなめちゃくちゃな世界でも事務所の中だけは正常だなんて意外ですね。ひょっとしてユーノさんの心がそうさせたんでしょうか。レイジの言う通りかもね。あの子、この場所が本当に好きだったから。こんな汚くてボロくてごちゃごちゃした場所のどこがいいのって聞いたらさ、あの子こんな風に答えたのよ。だってここなら自分がいても誰も不思議に思わないからって。あの浅野さん、聞きにくいことなんですけど、さっき昼野さんが言ってたのって本当なんですか？そのユーノさんが自殺しようとしたって。嘘ですよね。いくらなんでもあのユーノさんがそんなこと。本当よ。さっきの昼野って名乗ってたあの子の姿覚えてる？あれちょっと前までのユーノの姿なのよ。高校に入ったばかりの頃のね。あ、そうなんですか。綺麗な黒髪だったでしょ。あれ死んじゃった母親譲りなんだ。だからあの子の宝物だった。多分たった一つのね。あのさ、みんなも気づいてたとは思うけど、ユーノってこの一年ぐらい高校に行ってないじゃない。いわゆる休学中ってやつなんだけどさ。おや、そうだったのかい？それは知らなかったよ。我が輩もだ。確かにユーノは毎日ここにいたが、でもむしろいない時の方が不自然なくらいであったしな。四六時中基地にいたけれど、スタッフだからそれが当然だと思っていたわ。確かに普通なら学校に行っている時間よね。にゃ、いつもセーラー服を着てるからターニャは学校帰りだと思ってたぞ。でも言われてみれば学校帰りには早すぎるくらいの時間からいたような気がするのだ。僕も学校が休みなのかなぐらいにしか思ってませんでした。考えてみれば休み多すぎますよね。誰一人として気づいていなかったなんて、あんたたちってば本当社会性ゼロよね。まあだからあの子には
居心地が良かったんだろうけどさ、平日の昼間から女子高生がうろうろしてても誰も気にしない職場なんてここくらいなもんでしょ。そのことにはほんと感謝してるからありがとう。ああ、まあ我々はそういうことは別に気にしないからね。でもね、ずっと休学してたわけじゃないんだ。言うの、高一の夏までは普通に高校に通ってたんだよ。せっかくお姉ちゃんが働いて入れてくれた高校だから、一日だって休むわけにはいかないってさ。今時の女子高生にしたら真面目すぎるぐらいでしょ。まあ、言うのらしいわね。本当ですね。でも、ほら、あの子ってさ、知っての通り天然っていうか、誰にも愛想がよくって、人との距離感がいい感じに近いっていうかさ、いわゆる愛されキャラじゃない？私と違って見た目も可愛いしね。うん、それには同意だな。我が輩も同意見だ。わざわざ言うまでもないわね。おにゃ、何を今更なのだ。その通りだと思いますよ。何よ、一人ぐらいそんなことないって言ってくれる人はいないわけ？超ムカつくんですけど。まあまあ、浅野には浅野の魅力があるということだよ。で、話を元に戻すけどさ、言うのはそんなだから普通にしてるだけでまあ結構男の子にモテるみたいなのよ。たださ、それが天然の恐ろしいところで、本人の自覚なしに相手をその気にさせておいて、しかもいつの間にか自覚もなしに振ってるのよ。まあ、それでも相手の男の子には恨まれずに友達になっちゃうところがあの子のすごいところなんだけどさ。なんだか姉バカの妹自慢になってきてるけれど、つまりそういう恋愛系のトラブルがあったわけではないということね。まあ、男の子との間ではそんなトラブルはなかったのよ。だけどね、女の子にはめちゃくちゃ恨まれてね。言うのが気づかずに振ったっていう男の子を好きだった女子のリーダー格みたいなのに目をつけられてさ。猿山のボスの逆鱗に触れたということね。どこにでもいるのよね、そういう救いようのない輩が。そっからは激しい嫌がらせ、ううん、いじめって言っても生ぬるいか。あんなのはただの暴力だよ。後でクラスメートの子に聞いた話だけどさ。それで学校に行くのをやめたということであるか。だがそれは無理もない話だと思うが。違うの？それでもあの子は一日だって学校を休まなかった。かなりひどい目に遭ってたらしいんだけど、お姉ちゃんのためにも休めないって思ってたらしくて。だから私はあの子がそんな目に遭ってるなんてまるで知らなくって、気づいてあげることができなくって。ほんとひどい姉貴だよね。お姉ちゃん失格だよね。浅野さん、そんな状態が一月以上も続いた夏休みの前日、帰ってきたあの子の姿を見た時、
私はやっと気づいたんだ。あの子が味わってた地獄ってやつを知ったんだよ。服は泥だらけでボロボロで、初めは暴行されたんじゃないかって真っ青になったわ。幸い体の方は無事だったけど、ひどいのは髪の毛でさ。あの子の綺麗で艶やかだった黒髪が、見るも無残にバッサリ。あれは切られたなんて生優しいもんじゃない。引きちぎられた、刈り取られた、奪い取られた、略奪された、そんな状態だったのよ。風呂場でなんとか形を整えてやったけど、高校球児みたいなありさまでさ、どんな目にあったかわからないけど、あちこち血もにじんでた。許せぬ、そりゃもう事件、犯罪ではないか。うん、それなのに、すっかり変わり果てた自分の顔を鏡で見てさ、あの子言ったんだよ。明日から夏休みだから、さっぱりしてこれもいいかもねって。泣きもせず怒りもせずにそう言うんだよ。泣いてる私を励ますんだよ、あの子。ユノ、かわいそうなのだ。そんなことがあったなんて、私、知らなかったから。でも、この髪に関して言えば、少し困っているのよ。洗うのも乾かすのも大変だし、そもそも絵を描くときに引っかかって邪魔なのよね。いっそのことあなたみたいに短くしようかしら。それはもったいないよ。せっかくそんな綺麗な黒髪なんだから。髪は女の命なんだから大事にしないとだよ。うるさい、あなたみたいに誰からも愛されてチヤホヤされて、他人からも疎まれたことなんかない平穏な人生を送ってる人に、私の気持ちなんてわかるはずないわ。私、そんなつもりで言ったんじゃない、そんなつもりで言ったんじゃないのに。勘違いしないで、夏美。あの子は、そんなことであんたを恨んだりしないから。でも、あの子を初めてここに連れてきたのは、その夏休みの終わり頃だったかな。覚えてる？あの時、あの子、今みたいな髪型だったじゃない？まあ、あの時のはもちろんウィッグなんだけどさ。どうせなら夏っぽい派手な色にして楽しもうって言い出してさ、あの子。そうだったのね。うん。で、夏美さ、なんか後でユーノに聞いたんだけど、初めてユーノに会った時、あんた言ったんだって。あら、その髪型いいわね、素敵な空色でとても似合っているわ。これで、むさ苦しいこの基地も、少しは明るくなりそうだわ、ってさ。覚えてる？ええ、もちろん。いいえ、もちろん覚えてないわね。なっちゃんが、この髪型を素敵って言ってくれたから、自分の髪がちゃんと伸びたら、綺麗な空色に染めるんだって、あの子嬉しそうでさ。それからしばらくは、家でもなっちゃんなっちゃんってうるさくてね。正直参ったわよ。そ、
そう、おかしな子ね。そんなだったから、夏休みが終わって当たり前みたいに学校に行くって言った時、そりゃ心配だったけど、大丈夫なのかなって、私勝手に思ってた。でもそんなことなかった。あの子、学校に向かう途中の電車の中で突然倒れて、病院に担ぎ込まれて、心より先に体が壊れてた。ううん、心だってとっくに壊れてたんだ。学校に行こうとすると吐いたり倒れたり、高熱を出したり、息ができなくなったり。なのに、私がどんなに止めたって、毎日毎日学校に行くんだって出て行って、そんなことを2週間ほど続けて、どんなに頑張っても自分の体が学校に行くことを拒否してるって気づいた時、あの子はね、初めて私に涙を見せたんだ。ごめんね、お姉ちゃん。お姉ちゃんがせっかく入れてくれた学校なのに、どう頑張ってもたどり着かないんだよ。なんでだろう。言うのは学校に行かなきゃダメなのに、なんで学校に着かないんだろう。ごめんね、ごめんね。自分がどんなひどいことをされても泣かなかったのに、私にごめんねって泣くんだよ、あの子。その頃にはちょっと伸び始めた髪の毛もほとんど真っ白になってて、あの子の宝物だった母親から残されたあの黒髪さえも失った。お医者さんの話じゃ多分元には戻らないだろうって。そして、私が学校に休学届を出して家に帰ると、言うのは消えていた。あの書き置きだけを残してね。ひどい目にあっても、あの子の心は折れなかったのに、私に申し訳ないって思った瞬間、あっさりと折れちゃって。そんな学校なんてどうだっていいのに、行く必要なんかないのに、まったくバカな子。それでまさか本当に自殺をしようと。どこにも行く場所がないから、自分はいちゃいけないって思ったらしくてね、あちこち自分の行き場所を探してたみたい。行き場所って死に場所のことでしょ。そうなんだけどね、ただあの子本当に人がいいからさ、ここで死んだらきっと誰かに迷惑がかかるって考えながら、あっちこっちフラフラしてるうちにね、結局どこで自殺しても誰かに迷惑がかかるって気づいちゃったみたいなのよ。それで自殺を思いとどまったんですね。よかったです。うんうん、それがあの子のすごいところなんだけど、最終的に死んでも迷惑がかからない場所を見つけちゃったのよ、無理やり。そんな場所があるんですか？それがさ、死ぬほどうまいって看板の出た餃子屋さんで、そこでお腹が破裂して本当に死ぬまで餃子を食べたら、きっとお店の宣伝にもなるだろうって。いやいや、なりませんから。
むしろ営業妨害です。すごいわね、本物の天然っていうのは。大胆かつ斬新な発想、さすが言うのであるな。本人は至って真面目でね、とにかく食べまくったらしいわ。最終的に急性胃腸炎で救急車で運ばれたから、笑い事じゃないんだけどさ、本当に死にかけてた。あのまま食べ続けたら胃破裂って病気で手術するとこだったってお医者さんにすっごい怒られたわよ、私がね。それはその災難でしたけど、でも自殺が成功しなくて本当に良かったです。うん、あの子が天然で本当助かったって感じよ。それからは行けない学校の学費は自分で払うって言ってここでバイトするようになったんだ。何も聞かずにすぐに採用してくれた終わりには感謝してるよ。当然だ、何せ本物の巨乳女子高生バイトだからね。いくら金を払ってでも雇う価値はあるってもんだよ。必ず制服で来るって条件もあっさり承諾してくれたしね。うんうんうん。本当に終わりさんはブレがないですね。ま、俺たちが落ち込んでいても仕方がない。明日に備えて各自休憩としよう。いいね。あら、レイジ君、一人。あ、レイナさん。どうしたの、こんなところで。いろいろと考えようと思ってきたんですけど、そもそも何を考えればいいのか、それさえわからなくて途方に暮れてました。における体感時間からしたらもう昨日の出来事になるのね。いろいろあったみたいじゃない、世界くんから聞いたわ。はい、僕が不甲斐ないばっかりに会議を台無しにしてしまって、それどころか夏美さんとユーノさんの仲を険悪にしてしまって、本当僕が全部悪いんです。ねえレイジ君、思ってもないことを口にするのはダメだよ。それが君の美徳だとしても、自分が悪いと思っていないのに悪いと認めたら何が正しいのかを見失うことになる。ディレクターはね、道を見失ったらいけないの。あの、でも。じゃあレイジ君は夏美に言われたこと、
すべて納得できた。それは確かに、すべてが納得できたかと言われるとそうではないですけど。だったら、自分が全部悪いなんて思ったらダメ。口にしてはいけない。それはね、自分が楽な方向に流されているだけだから。争いやいざこざや問題を回避しただけで、何も解決していない、何も生み出していない、何も考えていない、解決したふりをしてるだけ。人の気持ちって簡単に楽な方へ流れていこうとするから、その流れをきちんと正して導いてあげるのがディレクターなんだよ。別に企画を考えたり、仕様を考えたり、シナリオを考えたりするだけがディレクターの役目じゃない。ディレクターが本来ディレクションするべきものは、作品の内容なんかじゃないの。メンバーの気持ちなんだから。ま、これは私の考え方に過ぎないから、レイジ君が納得できなくても、それはそれでいいんだけどね。僕はレイナさんみたいになれるでしょうか？なれないよ。そうですよね。僕がレイナさんみたいになれるわけないですよね。ジャッジメント7を導くなんて早すぎたんです。レイジ君は私が言った言葉をその通りに受け取っちゃうんだ。やっぱり真面目なんだね。あのね、レイジ君、あなたは私みたいになる必要なんてないんだよ。レイジ君にしかできない導き方を見つければいいんだから。もうそんな不安そうな顔しない。それが伝わっちゃったらみんなも不安になるんだから。ディレクターは先導なの。どんと構えてなさい。善処します。そういえば、同じようなことをユーナさんにも言われました。あら、そうだったの。やっぱりあの子の周りを見る目は本物よね。本質を見抜くという点においては、私だってかなわないわ。それなのに、一番身近な自分のことは見れてないなんて、もったいないわね。それで自分はあの変わりようだなんて、ほんと困った子だわ。そうですね。どうしたの、レイジ君？何でもありません。とにかくユーノのこと、夏美のこと頼んだわよ、レイジ君。それはきっとあなたにしかできないことだから。わかりました。二人のこと僕なりに何とかしてみようと思います。
それにしてもユーノは今どこで何をしているのかしらね。今の私の権限ではこの仮想世界のどこで何が起こっているのかまではサーチすることができないから、こんな時に役立たずね。無力だわ。花屋敷か。レイジ君。よ、ヒルノさん。僕は、その。その顔、お姉ちゃんから全部聞いたんだね。はい。それで誰にでも優しいレイジ君は同情して探しに来てくれたってところかな。罪だよね、誰にでも優しいって。本当に罪ねえ。レイジ君知ってる？誰にでも優しい人って結局は誰にも優しくなんてないの。ただ自分に優しいだけ、それだけなんだよ。そうかもしれません。それでもね、もしかしたら私だけはって思っちゃうのってなんでだろうね。おかしいよね。滑稽だよね。そんなことないのに期待しちゃうなんて、ほんとバカみたいだよね。何も言ってくれないんだね、レイジ君。責めてるんだよ、怒ってるんだよ、ムカついてるんだよ、悲しいんだよ。なんとか言ってよ、言いなさいよ。違う違う、謝ってくれなんて言ってない。そんな風に謝られたりしたら私が惨めでかわいそうじゃない。そうだね、確かに僕が謝る必要はないかもしれない。でもだったら今の僕に何ができるかわからない。どうしていいのかわからない。ヒルノさん、君が何を求めているのかわからないんだ。だったらキスして。私が望んでること知りたいんでしょ。だからキスして。お姉ちゃんにしたみたいじゃなく、ちゃんとキスして。無理だよ。なんで？できないよ。だからどうして？だって君はユーノさんじゃないから。
のに、私だってユーノなのに、どうしてレイジ君には見えないのかな、なんで分かってもらえないのかな。いつもニコニコしてなきゃユーノじゃないのかな。怒ったり嫉妬したりムカついたりわがまま言ったら、それってもうユーノじゃないのかな。そんなのもう無理だよ、そんなの嫌だよ。そんなんならやっぱりユーノでなんかいなくたっていいよ。ユーノさん、ユーノじゃない。みんな嫌い、レイジ君も嫌い、ナッチャも嫌い、ユーノも嫌い、学校も嫌い、何もかも嫌い。もうやだ、もうやだ、もうやだ、何もかもやだよ。助けてよ、誰か助けてよ。こんな嘘だらけの世界を終わらせてよ。誰？ユーノなの？なんだ、あなただったの。どうしたの？いつにも増してひどい顔よ。夏美さん。何かあったのね。ここだと落ち着いて話ができないわ。上で聞きましょう。来て。ちょっとそんなに緊張しないでよ。私まで落ち着かなくなるじゃない。じゃあ、話を聞かせてもらおうかしら。なるほど、そんなことが。すみません。結局、ユーノさん、いや、ヒルノさんかな。彼女を余計怒らせてしまっただけでした。まあ仕方ないでしょ。もともとこじれにこじれまくっているのだから。それに今のユーノ、ヒルノはどこでバットルートのフラグが立つかわからない不安定な状態だし、薄っぺらいラノベ男が攻略できる対象ではないわ。ところで夏美さん、本当にユーノさんと決闘をするんですか？さあ、わ
からないわ。何も考えてないっていうのが正直なところね。だってあの子が何を考えているのかわからないんだもの。そもそも決闘って言われても何をするつもりかわからないし。まあ普通決闘って言ったら1対1での殴り合いですかね。ヤンキー漫画とかのノリですけど。でも夏美さんとユーノさんが殴り合いっていうのもさすがにどうかと思いますが。殴り合いだなんてなんだか非現実的ね。決闘ってつまりはデュエルのことでしょ。もっとこうお互いに魔法や召喚術を繰り出して。そっちの方が非現実的ですから。そうかしら。空間の結びつきをめちゃくちゃに変えたり、怒ったら光って消えてしまうような相手よ。もう何でもありじゃないかしら。一例が言うように、思いの強さがこの世界の法則を変えるのだとしたら、今の状況は圧倒的に私が不利ね。だってここはあの子の世界、言うなれば天然世界なんだもの。確かに今のユーノさんは無敵状態な気もします。しかもバーサク状態よ。まともに相手をする気が起きないわね。実際ユーノさんじゃなくてユーノさんが相手だったら大貧民で対決とかそんなノリも期待できるんですけど。大富豪だけどね。ああはい、そうです、大富豪です。でもね、別に言うのでも昼のでも関係ないんじゃないかしら。結局はどっちもあの子なんだしね。どちらも言うのさ。なんだかそんな気がしてきました。やっぱりあの子の周りを見る目は本物よね。本質を見抜くという点においては私だってかなわないわ。夏美さんとユーノさんって見た目は正反対なのに、変なところで似た者同士って感じですよね。私とあの天然娘が似ている？やめてよ変なこと言うのは。この雷門をくぐると石井海岸ってわけだね。そうよ、間違いないわ。そしてそこにユーノはいるはずよ。ユーノ、きっと今頃ユーノは一人ぼっちで心細いはずなのだ。とてもかわいそうなのだ。ユーノ、こんなに世話を焼かせてしょうがない子ね。しかし夏美先生とユーノによる夜明けの決闘とは予想外の展開であるな。さすがの七つ星目視録にもこんなことまでは書かれてませんでしたよね。七つ星目視録、ふごー。そんなことはないぞ。我が輩はちょっと失念しておっただけで、七つ星目視録にはちゃんとこのことも記されておるわ。じゃあこの決闘の結末も分かってますよね。当然
夏美先生が勝利し、ユーノは昼野ではなく元のユーノに戻る。我が輩の予言誌には、そう記されておって。それなら勝負は決まったも同然ね。どうしたの、レイジ君。あ、いえ。さあ、浅野さん、行きましょう。ユーノさんを迎えに。ええ、そうね。よく来たわね、勇気夏美とその仲間たち。暴走なだけに暴走モードといったところかね。オワリさん、こんな時にくだらないこと言わないでください。いや、ごめんごめん、場を和ませようと思ってんに。それにしても夏美とその仲間たちって、どうやら俺たちはモブキャラ扱いのようだね。まあいっか、ここは女同士派手に戦ってもらうとしよう。フンズホグレツの過激なキャットファイトなんかが最高なんだがね。どうせなら水着でやってもらえないものかね。そしたらほろりも期待できるしね。黙れ変態。それで決闘ってどうするつもり？そうね、どうしてやろうかしら。どうやら何も考えていなかったようね。うるさい、今から考えるところなんだからちょっとぐらい待ちなさいよ。残念だけど待てないわ。これからどこかのわからず屋さんにお仕置きをして目を覚まさせたら、現実世界に戻って夕ご飯を食べなければならないのよ。そっちの都合なんか知らない。私は私のやりたいようにやるの。そういうのは一人で何でもできるようになってから言ってくれないかしら。自分じゃ何にもできないくせに主張だけは一人前とか、本当にうざいのよ。ということで私が提案してあげるわ。何をよ。私とあなたが戦う決闘、その方法についてはそこにいる男、午前0時に決めてもらいましょう。え、僕ですか。そうよ、そもそもここまで事態がややこしくなったのはあなたのせいじゃない。きちんと責任を取りなさい。いや、元を正せば夏美さんが。口答えはいい、さっさと決闘方法を指定しなさい。あなたもそれでいいわよね。レイジが決めたのなら不満はないでしょ。まあ、レイジ君が決めるならそれでいいけど。っていうか、ちゃんと公平にしてくれるんでしょうね。このザ・平凡男なら、そのあたりの心配は無用よ。誰もが納得する決闘の方法を考えてくれるはずだわ。よし、レイジ君、ここは裸相撲だ。
それしかない。いやいやレイジ、ここは前世の記憶しりとり以外ないだろ。わかりました。二人の決闘方法、それはじゃんけんです。はあ？あなたこの状況でじゃんけんですって、一体何を考えているのよ。いいですか、よく考えてみてください。この世界では意志の強さ、思いの強さが現象に作用するんですよ。つまりじゃんけんであろうと何であろうと、強い意志を持っている者が勝つ。きっとそのはずです。それに時間もないんですから、簡単に勝敗がついた方がいいでしょう。まあそう言われるとそんな気もするけれど、それにしても緊張感に欠けるというか。確かにそれなら勝敗も分かりやすいけど、でもじゃんけんって。だったら裸相撲にしますか、それとも前世の記憶しりとりとか。じゃんけんでいいわよ。じゃんけんでいいよ。レジ君、一つ大切なことを確認させてくれないか。負けた方は当然脱衣なんだろうね。脱ぎません。ゆうか、時間がないんで黙っててもらえますか。終わりさん、それで何回勝負なの。まあ3回勝負にしましょうか。先に3回勝った方の勝利とします。じゃあ始めますよ。最初はグー、じゃんけん。はい。やったー、勝った勝った、私の一勝、イエーイ。ち、さすがは天然、やはり最初はパーなのね。そういえばこのじゃんけん対決でどっちかが勝ったら何が起こるのだ。立ち穴よ、男には理由などなくとも戦わねばならない時があるのだ。ほらレイジ、早く次を始めて。はい。最初はグー、じゃんけん。はい。イエーイ、またまた私の勝ち。っていうか何バカの一つ覚えみたいにグーしか出さないの。そんなんで私に勝てると思ってるの。そうね、バカの一つ覚えというのもいいかもしれないわね。どうせ何を出しても意志の強い者が勝つのだから。私は次もグーを出すわ。そして必ずあなたに勝つ。何それ、そっちがグーを出すなら私はパーを出して3連勝、超楽勝なんだけど。好きにすればいいわ。とにかく私はグーよ、それは譲らないから。何を考えているの。もしかして嘘ついて私を騙すつもり。さあどうかしら。怪しい。そうなんだね、そうなんだね。だったらこっちも。最初はグー、じゃんけん。はい。だから
私はグーだと言ったでしょ。もちろん次もグーよ。そんなの信じない。っていうか、あと1回で私の勝ちなんだから、全然余裕だわ。確率的にも私が負けるはずがないんだから。いいですか、じゃあ次行きますよ。最初はグー、じゃんけん、ポイ。嘘、そんなのありえない。なんでこの状況でグーが出せるの。あなた頭がおかしいんじゃないの。頭の中までお花畑のあなたに言われたくはないわね。私はあくまで自分の宣言通りにグーを出しているだけよ。とにかくこれで2対2のイーブンね。もちろん最後も私はグーを出すわ。嘘だ、そんなの信じない。だったら私はパーを出す。どう怖くてグーなんて出せないでしょ。出すわ、グーを。本当、何を考えているの。わけわかんないんだけど。レイジ、早く始めてちょうだい。はい、それじゃあ最初はグー、じゃんけん、ポイ。だから言ったじゃない、何にせよ私の勝ちってことでいいわね。こんなの認めない。こんなのインチキだ。こんなのじゃんけんじゃない。だってあなたグーしか出してないじゃない。グーしか出さないなんてそんなの反則だ。インチキだ。インチキ、そんなことを言っているから私に勝てないのよ。あなたのユーノだって、私の知っているユーノだったら、私の宣言を信じて迷わずパーを出していたことでしょうね。ユーノはそういう子だから。ユーノの偽物であるあなたごときにこの私が負けるわけないでしょう。あなた程度の中途半端な思いで私に勝てるわけないでしょう。うるさい、黙れ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 。そんなの認めない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 。この私がユーノよりも劣るなんて、そんなの認めない。絶対に絶対に絶対に絶対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 認めたりしないんだから。いいえ、認めなさい。あなたはユーノよ、早瀬ユーノ、ジャッジメント7の天然なアルバイト、それ以上でもそれ以下でもない。違う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 、私はユーノじゃない、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 ユーノじゃないのに。ちょっと何なのよこれ。ユーノ落ち着きなさい。何よ今の。消えろ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 、私の中からいなくなれ。私はヒルノだ。ユーノなんかいらない。私の中から消えろ。まずいわね、ついにバランサープログラムが起動してしまったわ。バランサープログラム、何なのそれは。この仮想世界が人の記憶をつなぎ合わせて構築されているっていうのはもう知ってるわよね。でもその記憶から作られた仮想の世界を現実として認識しているのはそれぞれの個人の脳なの。ただ
脳における記憶の処理はとても不確かで、個人によって情報量や処理速度も異なるから、徐々にそれぞれが感じる世界にも差異が生じてしまう。多少の差異であれば、一人一人の脳が思い違いや気のせいだと勝手に処理してくれるから、必ずしも全員が 100% 同じ光景を見ているわけじゃないけど、その差異が大きくなれば世界に大きな矛盾が生じてしまう。それを回避するために1週間ごと差分を均一化し最適化するのがバランサープログラムなのよ。なるほど、それがこの世界が1週間でループしてる理由か。だが一例おかしいのではないか。我が輩たちがこの世界に来たのは昨日のこと。1週間はおるか、まだ1日しか経っておらんのに、どうしてそのバランサープログラムとやらが起動してしまったのだ。消せんなり。おそらく早急に世界を最適化しなければならない状況になってしまったということだろう。そしてその原因というのが U のなんだな。ええ、そうよ。今回の U のと昼野のせめぎ合いのような、世界そのものを壊してしまうほどの差異が生じてしまうと、強制的にバランサープログラムが起動してしまう。そしてバランサープログラムは仮想世界の差分を計測してバランスを保つために、不要と判断したデータを削除してこの世界を最適化しようとするの。まさかバランサープログラムが消去しようとしているというのは言うのではあるまいな。ええ、そうよ。この世界はもともとユーノの思いで作られた世界だった。でもそこでヒルノの思いが急激に成長することで、相反する思いがぶつかり合い、世界に矛盾が生まれてしまった。この矛盾だらけの世界を正常な状態に戻すためには、どちらか一方の思いを切り捨てなくてはいけない。より思いが強い方の世界に、この世界は書き換えられる。つまりユーノが昼野に打ち勝てば、この仮想世界は正常化されるはずだけど、もし勝てなければ、ユーノの記憶や人格、思いといった感情はこの世界に負荷をかける危険なデータと認識されて、バランサープログラムによって完全に消去されてしまうわ。そんな、それじゃユーノはもう元に戻らないってこと？大丈夫よ浅野、それを見越して手ならもう打ってあるから。万が一に備えてアカシックサーバーのデータ領域の一部にユーノのデータをバックアップしているの。もうじきバックアップが完了するわ。安全な領域に避難させてプロテクトをかければシステムに消去されることはないはずよ。どうやら私のデータが壊れ始めているようね。レーナのデータが壊れる？なんでなのだ？さっきの話だとデータが書き換えられてしまうのはユーノだけなのだろう？なんで関係ないレーナのデータまで壊れたりするのだ？現在の私の管理者権限でデータを操作できるのは、比較的重要でない私の記憶データが保存されている領域だけなの。そこにユーノのデータを上書き保存してるから、徐々に私のデータが失われていってるというわけ。いくらアカシックといえども、二人分のデータを丸ごと保存しておくなんてできないから仕方ないのよ。自分のデータに上書きですって？一連、あなたなんてことを。それじゃあユーノのデータをバックアップしたら一例はどうなっちゃうのよ。もしかして消えちゃったりするんじゃ。とにかくバックアップを一旦止めて。まだ他にも手があるはず。無理なのよ夏美。私に許されたあらゆる権限を使ってこの状況をシミュレーションした結果なの。
これが唯一で、そして最善の方法なの。でも、そんなことをしたらあなたが…そんな顔しないで。それに、消えると言ってもすぐに消えるわけじゃないしね。アカシックのメモリ上に私のデータが留まっているうちは、なんとかギリギリ私を保っていることができるはずだから、ね。ユノを助けるとレーナが消えちゃうのか。そんなのは嫌なのだ。どっちかなんて選べないのだ。ブギャー、何か他の方法はないのか。こいつはなかなかどうして難しい問題だね。ユーノのために一例を犠牲になんてできない。でもだからってあの子のことを見捨てることもできない。一例、ユーノ。ユーノさんを助けましょう。あ、レイジ。レイナさんがジャッジメントセブンにとってかけがえのない人だったのは知ってます。でもユーノさんは今の僕たちにとってかけがえのない存在なんです。それなら答えは簡単です。僕は過去ではなく今を選びます。だってそれが未来を選ぶということですから。ごめんなさい一礼。レイジの言う通りよ。今の私たちにとっては現実世界にいるユーノの方が大切だから。だから私たちは思い出の中のあなたを選ぶことはできない。うん、分かってる。それが正解よ。だから気にしないで。レイジ君、いい判断だったわ。あなたならきっとそう言ってくれるって信じてたから。ユーノのデータはもうすぐバックアップが完了するから、プロテクトは任せて。でも、それだけじゃ根本的な解決にはならないわ。ヒルノの人格をどうにかしなきゃ、結局ユーノは戻ってこないということね。ええ、それじゃあ、暴走してラスボス化した私たちの仲間を助けに行きましょう。みんな、ジャッジメントタイムよ。ユーノよ、今助けに行くなり。うるさい、黙れ。私はユーノじゃない。ゴー。レーナさん、あなたの力でユーノさんの暴走を止められませんか。ごめんなさい、今の私の管理者権限ではヒルノの力を封じることはできないの。今あの子は復活しつつあるユーノの心を抑え込もうとして完全に心を閉ざしてしまっている状態よ。そんな世界をねじ曲げてしまうような強い負の思いに太刀打ちするような力は私にはないの。まずいぞ、そろそろ時間が。
ジ君だけは、レイジ君だけにはひどいことしないよ。むしろレイジ君にはいいことしてあげるよ。楽しみだね。でも雪夏美、あなたは目障りだよ。さっさと倒れて。夏美さん、ユナさんのことを誰よりも分かっているのは夏美さん、あなたです。ユナさんの心を取り戻すことができるのはあなたしかいません。あなたの声をユナさんに聞かせてあげてください。レジ、分かったわ、私に任せてちょうだい。悪くないのに。言うのをいい加減にしなさい。こんな茶番はもううんざりよ。だから私は言うのじゃないって言ってるでしょ。うんざりなのはこっちの方よ。同じことを何度も言わせないでよ。何度でも言うわ、あなたは言うのよ。うるさい、お前は邪魔だ邪魔だ邪魔だ。そんなキャラをあなたに押し付けたと思っているの。それは他でもない、あなた自身でしょ。自分が作った設定に縛られて勝手に被害者ずらしてるんじゃないわよ。まあそういう私も偉そうなことは言えないけれど、結城夏美、七つの罪を背負いし混沌の絵師は、何それ、絵を描かなきゃ生きていけない、そんなわけないでしょ。友達なんていらない、仲間なんていらない、一人でも生きていける、プロとしての志と誇りを持たなきゃいけない、一例の意思を受け継がなければいけない。バカバカしくて情けなくなるくらい滑稽でしょ。そうよ、そんなのはただの設定よ。自分のキャラを演じるための装飾よ。臆病な自分を奮い立たせるための虚勢よ。わかってる？
そんなの自分が一番分かってるに決まってるじゃない。でもそんなものにすがらなくっちゃ、怖くて心細くて不安で孤独でどうしていいか分からなかったんだから仕方ないじゃない。だけどそんなものに意味がないって教えてくれたのは、言うのあなたでしょう。そのことを私に教えてくれたあなたがなんでこんなことになってるのよ。がっかりさせないでよ、失望させないでよ。変わりたいんだったら勝手に変わればいい。そんな薄っぺらな自分を全部叩きつけて、裸の自分で誰かの前で泣いてみなさいよ。一度くらい本当の自分をさらけ出してみなさいよ。一度くらい自分のために泣いてみなさいよ。気持ちいいわよ、満たされたわよ、心強かったわよ、嬉しかったわよ。あなたもやってみなさいよ。そんな簡単なことをする勇気もないなら、一生ここでいじけて生きていきなさい。うるさい、うるさい、知った上の口を聞かないで。あなたが私の何を知ってるっていうの。何も知らないくせに偉そうなこと言うんじゃない。知っているわ、知っているわよ。何でも知っているに決まってるでしょ。毎日見てるんだもの、いつも一緒にいるんだもの。あなたが本当は臆病で人見知りで自分に自信がなくて、泣き虫で負けず嫌いで寂しがり屋でやきもち焼きで世話好きで、いつも人の顔色ばっかり伺っている気遣い屋で、甘ったれで育児なしでかっこつけで口先ばっかりで、死にたいって言ったって本当に死ねるほどの勇気もなくて、変わりたいって言ったって変われるほどの努力をするわけでもなくて、何から何まで私とそっくりな、まるで私の半身みたいな中途半端な女の子、それがあなたよ。それが早瀬優奈でしょ。そのことを私は知っている。そっちこそいい加減に分かりなさい。返してよ、返してよ、返してよ。私が仲間と認めたユーノを、私が大好きなユーノを、私に初めてできた大切な友達を、ユーノを私に返しなさいよ。私のことをもう一度なっちゃんって呼んでみなさいよ。ここがあなたの居場所でしょ。他のどこにも行かせないわ。だから私の気が変わらないうちに帰ってきなさい。なっちゃん、
っちゃんに知られるのがずっとずっと怖かった。だっていうのは自分のことが嫌いだったから。だからみんなにも嫌われるって思ってた。本当は泣き虫だし臆病だし怒りっぽいしものすごくわがままだし、そんな自分が大嫌いだった。でも嘘ついて生きてるのってすっごく苦しくて辛くて悲しくて、それにみんなを騙してるともっと自分が嫌いになって、もうどうしていいかわからなかったんだよ。そんなの仕方ないじゃない。だってそれが本当のあなたなんでしょ。ならそれでいいじゃない。うん、それがいいんじゃない。やっと本当のあなたに会えたのね。まったくどうしようもないくらい不器用な子なんだから。うん、でもそれはお互い様かな。そうね、まったくその通りよ。どうしようもないくらい不器用な二人ね。言うの、私は結城夏美。不器用で見えっ張りでかっこつけで混沌としたただの絵描きだけど、私とその友達になってくれないかしら。で、意地っ張りでダメダメなただの女子高生だけど、なっちゃんの友達になってもいいの？許可するわ、天然さん。それにしてもこんなになるまで一人で抱え込むなんて正真正銘のおバカさんね。でもって超ド級の天然ね。でもやっぱりユーノのその空色の髪素敵ね。私は好きよ。うん、だってユーノの宝物だからね。